はようございます。武蔵野 AI 専門学校の、体験入学にご参加いただきましてありがとうございます。指名させてもらって、それで実際今日はあの給食体験ということなので、上の給食室を使って、実際の調理を体験していってもらいたいと思います。まずはあの普段実習で使っている給食室なんですけども、大量調理の、器具がたくさん置いてあります。その中で、大量調理で使う器具は、どんなものかなっていうのを今回、見ていってもらえたらと思います。で実際の学校の実習なんですけども、2年制ですので、1年と2年で2年間を通して、大量調理の実習をしていってます。で1年生の時なんですけども、最初は調理の技術もあまりできない状態ですので、まずは慣れるということが大切ですから、大量調理の、500食実際作っていくんですけども、どんな